んにちは、ロニプーです。今回はですね、ベンダー様より商品が送られてきましたので、その商品のご紹介をさせていただきたいと思います。三脚、ミニミニ三脚になります。こちら取扱説明書、ここだけですね。 GoPro とかのですね、アクションカムの、三脚穴に取り付けるためのアダプターが付属してきています。こちらはですね、スマートフォンですね、スマホを三脚穴に取り付ける時のアダプターが付属しています。クロスが付属してきています。でこちら本体になります。ミニミニ三脚になります。自由運台になっています。ネジで固定するタイプになっています。で、片側だけですね、かなり曲がるようになっています。はい、こういう風に取り付けることもできるようになっています。自由運動ですね。はい、で足なんですけども、まあ、こういう形で使うことはないんですけど、この場合だとですね、自撮り用っていうんですか、自撮り用に使うのにちょうど持ちやすい、もしくはですね、カメラを普通に撮影するのに使うのに手持ち用としてですね、使うのもちょうどコンパクトでいいですよね。そして足をですね、このように開いて、台の上に置く、撮影する場所に置くっていうのができるものになります。想定されるのはですね、スマートフォンであったり、それからアクションカメラですね、で、自撮りをしたり置き撮りをするというのに便利な三脚だと思います。特徴的なところはですね、この上の部分ですね、こちら上だけですね、取り外すことができるんですね。そして単体で、ここに直接カメラを取り付けるっていうこともできますし、そしてこの上の運台の部分だけをですね、別の三脚に取り付けて自由運台としてですね、使うことができるんですね。こんなに曲がります。だから例えばですね、バイクのハンドルにつけてるマウントがですね、ここまで曲がらないでしょう。なので例えばそういう別のカメラ取り付け用のですね、三脚のネジ穴に取り付けて、さらに角度をつけてアクションカメラをこう使うっていうことができるんじゃないかなと思います。ちょっとツーリングに行くときにですね、これを持って行っておけば、また一緒にバッグの中に入れておけばですね、いろんな使い方ができるいい三脚だと思います。ちょっとハウジングケースじゃなくって、ネイキッドケースなので、もう最初から三脚穴ついてるので、このアダプターは使えませんが、こういう感じですね。サイズ的にどうですかね。持ちやすくなります。そしてタイムラプスとかですね、撮影するときなんか、こういう風に置いてですね、撮影に使うとかですね、っていうのもできるんじゃないかなという風に思います。スマホもですね、アクションカムじゃなくてもですね、旅先で携帯はきっと持っていかれると思うんですけど、これで簡単にですね、スマホの三脚としても使えます。今度はですね、これですね、はい、ペンタックスのですね、K3-2 ですね、デジタル一眼レフカメラですね。結構重たいです。で一応重量制限はあるんですけれども、今標準のズームをつけた状態で、かつですね、バッテリーケースですね。この場合ですね、ちょうどこの中途半端に開いた状態ではやはり不安定な状態になるので、基本的にはこれ全部開いた状態ですね、足が開いた状態で使うことができます。これ結構意外といいんじゃないかなというふうに思います。自由運台なので、カメラの画角をですね、このように変えることができます。この、まあ、大きさ見ていただいて分かりますけど、この大きさでカメラの方がでかいという、同じぐらいやという、何とも言えない一応使うことはできますよね。問題ないというふうに思います。オートバイで、ちょっと旅をするというか、遊びに行くときにはですね、一本これを持って行っておけばですね、カメラの動画の撮影をしたり自撮りをしたり、そして、置き撮りをしたりっていうようなことがですね、気軽にですね、使うことができる三脚かなというふうに思います。
コンパクトで、そして軽いので、ちょっとだけリュックサック、ウエストポーチなんかにですね、入れておけばですね、とても重宝するものじゃないでしょうか。繰り返しますけど、やはりこの雲台が分離できるっていうところはですね、二丁使いといいますか、三脚としても使えるし、雲台だけでも使える。これはとても面白い商品だと思います。いかがでしたでしょうか。今回ですね、ミニミニ三脚のご紹介をさせていただきました。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。